はい、エビチャエビチャ、皆さんご視聴ありがとうございます。すいません、今日の朝、リバプールとアタランタを見るために、まあ2時ぐらいまで、2時ぐらいからやろうかなとか思ってたら、1時半ぐらいに爆睡しちゃって、結局、7時ぐらいに、7時じゃねえな、9時ぐらいに起きて、やっべ、マジでみんな申し訳ねえっていう感じで、すいません、朝のペスリーグは、まあ明日からにすることにしました。本当に謝罪させていただきます。すいませんでした。ということで、代わりに、新たな戦術ということで、を教えていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあもうシンプル。もうほんとシンプル。フィッシャー。で、何をしたかっていうと、コンセプトを変えました。コンセプトが、まあディフェンシブ戦術で、プレイヤー制限をメッシ。で、カウンターターゲットを、ここ、ムバッペとメッシに入れる。これだけ。バカ強い。で、なんでこれにしたかっていうと、レバ君いると、いるじゃないですか。で、レバ君が得点率えげつなくて、チャンピオン隊のペスリーグでレバ君が1位だったんだけど、25試合で137点取ってたんだよね。やばくない？チャンピオン隊相手に、レバ君はね、1試合5点取ってたの。5.5 ぐらいかな、平均得点。もうやばいじゃん。で、国体の時に、どうやってあんな点取ったのって聞いたら、いや普通にカウンターターゲットつけただけですよみたいな感じのことを言ってたから、ほいほいほいと思って、まあ、ちょっと参考にしてみて、同じ感じでやってみたらバカ強かったから、まあ、ぜひぜひまあ、あのレバ君でさえ、使ってる戦術なので、ぜひ参考にしていただければなと思います。じゃあ試合までどうぞ。はい、ということで、対戦相手の方が決まりました。よろしくお願いします。ということで、もっとね、いい感じで点取れた試合があったんですけど、まさかのその試合、なぜか、開幕でメッシのカウンターターゲット外れてて、あれみたいな。なんだみたいな感じで、動画をね、全部声入れてから気づいて、今回やばいなと思って、さすがにそれで出すのは、おかしいなと思ったから、これ2回目ですね。もう急いで、取り直して、まあいい感じの試合できたんでっていう感じの試合になります。まあ、このね、フォメに関しては、まあ難しいのは守備。なんでかっていうと、前線の2枚でプレスがかけれないから。例えばロナウド自分で動かしちゃうと、残りの2人は全く動かない。今見てると思うけど、もう立ち止まる。前線2人は。だから結構、この取られた後からの守備はめっちゃ集中しないといけない。なので1回でも集中切っちゃうとマジで失点しちゃう、簡単に。だから意識することは、そのカウンターターゲットつけてる2枚の選手で結構自分で守備しちゃうこと。だからもしムバッペと、まあ、ムバッペ持ってる時にメッシに四角のそのセカンドカーソルがついてる場合は、もうどんどん四角プレスさせちゃっていいと思います。じゃないと本当に守備できなくなっちゃう、前線からはめる時。例えば向こうがゴールキックで、繋いでくるシーンとかは、本当にこの2人にうまいことカーソル合わせて無理やり守備させないと崩壊しちゃうから、そこだけは本当に気をつけなきゃいけないことかなとは思います。ただ、カウンターターゲット入れてることによってかなりカウンターの質は高くなるので、そこを見ていただければなと思います。で、ここはメッシで、ここ集権してちょっと溜めて、メッシの動き出し見てニアズゴンということで1点目ですねまあああいう感じでね、早い攻めができるっていうのと、まあ2トップだしっていうので、3オムフよりね、考えることがめっちゃ少ない。もう前線で奪っちゃえば、もう早いこと縦に入れて、もう早い攻めをするみたいな意識をしちゃえば全然大丈夫。なのでこういうところもどんどん縦パスを前に出してる。フィッシャーはカウンターの監督だし、結構詰まっちゃったらみんな前行っちゃうから、そうなると攻撃が手詰まっちゃうから、そこだけは意識しないといけないですね。こういうとこも、もう結構意識的にクロスを上げちゃっていいと思います。結構今ロナウドがいい位置にいたんで、ファーサイド行くかなと思ったら逃げちゃった。なので結構ああいうピンポイントクロス持ちのサイドバックやっぱ強いですね。使ってて思います。これは普通にロナウドにシューキャンさせようと思ったらベッカムの方に行っちゃって、やべやべと思って、ベッカムでシューキャンすればよかったんだけど、なんか急いでプジョーに出しちゃいました。これはまあ皆さん一度は経験したことあるこのコーナーのミスっていうねもうね、焦ってた、焦ってた、そのやめやめ、時間ねえみたいな感じ で結構ね、手も焦っちゃってて、しかも今日寒いからさ、なんかすごい手がかじかんでたんだよね。でこういうとこもね、もう早め早めにメッシに当ててあげる。でメッシはワンパ持ってるから、あそこずれることが結構少ないから早い攻めができるよねっていうことで、メッシにカウンターターゲットを入れてます。ロナウドとかでロナウドに入れてもいいと思うんだけど、
ワンパがないからああいうところで背負えなくなって潰されちゃう時がきついからメッシにカウンターターゲットを入れてるような感じですね。なので今まで僕の動画見てる人からするとちょっと攻撃早いなエビさんみたいな感じになる意識にはなると思いますね。見てればなので早いこと早いことを攻撃を完結させちゃうのがいいと思います。守備に関しては気合い、もう本当に今のシーンとかもムバッペとメッシはもう 歩いてるだけだからハイプレスかけるってよりも、まあ、ハイプレスはかけるんだけど場合によってはかけないみたいな。まあ今みたいな攻めがすげえ簡単にできるのは楽だよね。ああやって早いことあの辺のハーフラインぐらいで奪えちゃえば、前3枚いて向こうはサイドバックが上がってるからちょっと前目の意識になってるからああいうところの内側が空いて、今みたいなシーンで2点目取りたいなって感じですね。こういうところももう早めに当てちゃう、当ててキープして早い攻撃をする意識をする。ここは普通にミスりました。リフトトラップでかわせるかなと思ったら思った以上に近づいてきてなくて、正解は多分トラップして上にダブルタッチでポンカレ多分入ったかなって感じですね。こういうところももうなんだろうな、あんま考えないことかな、大事なのは。だから結構そのパス繋いだりしてるときになんだろう、まあカウンターの監督に全員言えることかと思うんだけど、もうパスつなぎが結構こう正解、ここどこ出せばいいんだろうって考えちゃう人は結構難しい戦術かもしれないです。これは早く早く攻めないとやっぱりカウンターの監督だとどうしても詰まっちゃうと辛いから、そこは意識した方がいいと思いますね。こういうとこももう 3CF だよね、完全にここにムバッペがいてくれるのはすごい助かることなんだよね、やってて。これラッキーだったね、あそこ潰してくれて。マジでこの2020ウィーレ2020って感じのぶつかりって感じだったね。これはもう焦ってやべえやべえってなってクリアしちゃいました。スローインでよかったなって感じです。ここも打ち切りすぎちゃうとうちのスペース空いちゃうからあんまボランチで行かせないようにした方がいいです。あそこはあそこの選手には四角で行かせてって感じですね。でもこの場面だったらもうこれ完全にミス、これ完全にミスです。こうなると結構きついから気をつけた方がいいです。これで事故って失点しても言い訳はできないです。ああいうミスは減らさないといけないですね。多分どうしてもトップ下がカウンターターゲット入ってるからああいうところも下がってくれないからああいうところで急いで縦に当てるって意識しちゃうとどうしても失点しちゃうから、あそこは意識的にポゼったりしてもいいのかなって感じがします。こういうところもワンパ持ってるからいいよね。あそこのキミッヒが本当に強い。あそこでワンパ通してくれるのがねすげえ助かる。あそこのワンパがずれるかずれないかだけでだいぶ変わってくると思う。これズルだよな。これで失点してたらもう周りと切れてた、もう体勢とはっていう感じの相手の攻撃でしたね。けどね、ああいうのが通っちゃうことがね結構あるからね、それはそれでおもろいよね。まあやられた方からしたら切れてるけどね。ってことで前半終わりです。はい、ってことで後半からのスタートです。だからこの辺で奪うのはそんなに効果はないんだけど、もうちょっと前目で奪えると結構楽、攻撃はすげえ楽。だから中盤でそうこういうところで奪えるとめっちゃ攻撃はしやすい。なんでかっていうと前に3枚いるから。でここはシンプル、ムバッペがカウンターターゲット入れた意味があったよねっていう感じの2点目です。振り返るともうこの時点でムバッペの動き出し見てます。で前誰もいないなっていうことを確認してフラスルを出しましたね。サイドバックも本来のサッカーであればサイドバックと内側絞っていないといけないところなんだけど、このゲームはサイドバック内側絞んないから。マジで。あそこはもうフラスルですね、シンプルに。なのでもうボールを奪った時点で前線がどういう動きをしてるかっていうのを把握してのゴールでしたね。ああいう動きも大事で、ああいうシンプルなフラスルとかも結構狙うのは大事ですね。ただ今のはムバッペにカウンターターゲットを入れてたことであの位置に走り込んでくれたっていう一つのメリットですね。あとはフィッシャーだからカウンターだからどんどん前に湧き出てくれたっていうところですね。
メッシ強え、マジで。メッシでめっちゃ点取ってる、この本にしてから。マジで強い、全部入るもん、シュート。だからやっぱバルサにするのが一番いいかなって感じですね。ここは焦ってましたね。もうああいうところの判断の切り替えはすげえ大事かなと思ってて、今みたいなシーンで集権しても自分の中ではもうなんだろう、シュートシュートみたいな、絶対集権したらシュートみたいな頭しかないから、ああいう感じになっちゃうんだよね。本来だったらあそこは集権してからロナウドドッフリーだったから、ドッフリーとか言っちゃったけど、ドッフリーだったからシンプルにロナウドにスルーパスでニアズゾーンに入ってきましたね。で結局的結果ね、ここもトラップしてからスルーパスで入ってたね。だからこのシーンを振り返ると、さっきのメッシの集権のとこもそうだし、今のシーンもそうだし、前半のロナウドでファーの方に打っちゃったシーンかな、抜け出して、ああいうところのミスがなければもっと自分は強くなれるのかなっていうのは思いますね。課題だらけ、正直決定力のなさは自分はめっちゃあるかなとは思ってます。シュート下手だなーってすげー思うことはめっちゃある。だからもっと落ち着いて試合ができればなーっていうのは思いますね。どんな大会とかでもやっぱり決定機 2,3 本外してんですよ自分。だから何もできないみたいなシーンよりもなんかああいう決定機を外すの多いなっていうのはすごい反省点ですね、自分の中で。てかもうずっと課題、もっと落ち着いてやりたいなとは思うんですよね。ここで交代ですね。でポイントなのはここでムバッペをセンターハーフに変えてあげること。そうすることによってこの3枚が変えれる、で他の選手は全然疲れなくできますねっていう感じで。で重要なのは、俺ここレバ君はやってないって言ってたんだけど、ムバッペにカウンターターゲットそのまま入れてます。なのでまあどっちかっていうと、もう守備はもうこの辺で奪うことを意識しながら、もう奪ったらここにムバッペがいてくれるからめっちゃいいよね。この上のところに本来だったらもっと後ろから来るところなんだけど、ここにムバッペがいることによってこねれるし、速い攻撃もできるしっていうところがありますね。ここスルーパスからの中堅メッシということで3点目。結局あそこにムバッペがいたことで起点が作れたかなって感じします。やっぱりどうしてもさ、スパサブってスパサブがいるとやっぱ攻撃、まあ、点の取り合いになるから、どっちかっていうと自分の攻撃を信じてるっていう感じかな、あそこにカウンターターゲットを入れてるのは。なので正直これに関しては守備苦手な人は入れない方がいいと思います。あのスパサブ変えてからはもうカウンターターゲットどっちも外して守備重視でっていう意識でいいと思います。ただあそこのムバッペの位置は個人的にめっちゃ好き。あそこにいることでカウンターの起点にもなってくれるし結構いいよね。まあ、ここなんであんな下がってるのかよくわかんないけど、必死に今内側にムバッペを入れてるわけだけども。なのでまあ正直守備がばるかがばんないかっつったらがばります、正直あそこ置いたら。ただそれよりも自分はやっぱジェズスも持ってるしマルシャルも持ってるし、結構有能なスパサブを持ってるんで、その前線のスパサブの力を生かすためにあそこにカウンターターゲットを置いて、早く早く攻めるために起点になってもらうため、起点になってもらうためにあそこに置いてる感じですね。なので結構特殊だと思う、あそこにカウンターターゲット、センターハーフにそのままカウンターターゲット入れちゃうの。でなんでこれ思いついたかっていうと、まあ普通に試合してる中で、まあ、忘れちゃうんですよ普通に。やーべそのまま入れてたわみたいな。そしたらね、今ムバッペの位置見てると思う、見てるともう完全にフォワードの位置にいるんだよね。だから言っちゃえば4トップみたいになってんだよね、攻撃が。これがまあ強い、やっぱり相手は追いつけないからさ、あそこの位置にいると。でここも起点になってくれる、この位置にいて、それが強い。正直やらなくていいと思う、正味やっちゃうとガバるから。ただ負けてる時の選択肢としては一つありなのかなとは思いますね。この逆サイにムバッペがいるんだよね、だから相手はあそこ見ないといけない。でここしっかりムバッペ使って、まあ、ファールをもらうっていうね。なのでここはやっぱカウンターターゲット生きてんのかなって感じはすごいしますね。でこれ前半というか後半の最初の方に壁上狙ったから、今度は逆サイドで4点目ということで、まあ、これは一つの駆け引きですね。一回上、ね、壁上狙ったから今度は壁下、壁の横ですよっていう感じで、っていう感じで
今回は 4-0 で勝利することができました。正直めっちゃ強いです。今これで24連勝してるので、かなり点取れるし、守備もまあ正直2失点3失点ぐらいだったら別に5点ぐらい取ればいいかなっていう考えでやってるので、めっちゃ攻撃強いです。なのでもし攻撃点が入らなくて困ってるなっていう人はおすすめの方面になります。ということで今回はこれで終わりにします。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。